僕たちはバランスで成り立ってるっていうインディアンの人たちの考えがあったね。ただ人間だけがそのバランスを崩し始めたと。母の大地はこれ以上人類生かす必要があるのかと。江藤先生、はい、今日は僕がどうしても聞きたかった質問があるんですね。どうぞ。江藤先生、なんで江藤先生は今こうやってカウンセラーを輩出する学校とかされてるんですか？そうね、なんか皆さん生きにくくないかな、この世界があって、ちょっとでも生きやすくしたい、その時に自分が何ができるかっていうのを考えてすごい迷ってる時に、僕はちょうどインディアのとこに行ったんですよね。でインディアのとこに行ってピタッとくるものがあって、インディアの人たちの考え方って、今バランスが崩れてると、心が崩れ始めてるっていう考え方があってね、僕それがなんかすごいしっくりきて、国と国がだんだん敵対して、世界中がなんかこう武器を送り合ったり、武器はどうするんだとか、日本もそういうね武器で固めて侵略されないようにしようって、でもそれって本当に僕たち望んでるのって、もっと正直な心を聞いてごらんよっていう、もちろん政治の人たちの解釈、国を守るためっていうのはあるんだけど、やっぱり僕たちってそんなに一生懸命山嵐みたいに針を持ち合わないといけないのかなって思ったのが、やっぱりインディアの人たち、インディアの人たちの中でホピ族っていう部族があってね、この母なる大地、まあインディアの人たちは母なる大地って言うんだけど、僕たちはその中の子供たちなんだと。それは人間だけじゃなくて、動物も植物も皆さんの飼ってるペットちゃんたちも全部大切な兄弟なんだよって。どっちが優位だとか、どっちがしもべとか、そういうものじゃなくて、僕たちはバランスで成り立ってるっていうインディアンの人たちの考えがあったね。ただ人間だけがそのバランスを崩し始めたと。この母なる大地の緑のね部分をどんどん根こそぎ土色にしてしまって、森林は伐採されて砂漠化が始まり、海は本当にねビニールとかいろんなね僕たちの細かいプラスチックによって海の海洋がおかしくなる。で飛行機で飛んでるパイロットなんかに聞くと、昔はもっと美しかったよって、徐々に感覚的に空がなんか違ってきてるなっていう、いうねパイロットの人たちは、長年飛んでらっしゃる人はね、昔僕がそのパイロット訓練を受けてた頃とはるかに違っている。江藤先生パイロット訓練なんですか？いや僕じゃないよ、その人の曰くね、はい、あ、そういう人が、その人が自分がパイロット訓練を受けてる時に、はい、そのパイロットのね長年やってらっしゃる人、もっと綺麗だったよねって、だからそういうのは実際に海洋で仕事をしてるとか、空で仕事をしてるとか、森の中で生きてる人たちは確実に滅びする、去っていくものを感じ取ってる。だからそういう部分があるから、多分きっとそういう、だから母なる大地はそうやってすごい気ぃつけられてるといいんだよ。で本来人間が知恵を持ったのは、この母なる大地を守るために、バランスを取るために、崇高なる知恵を進化過程の中で最高レベルまで、僕たちは動物や植物は命を絶って、僕たちは毎日命を絶って生きてるわけですよね。そういう中で人類に与えられた使命、それは地球のバランスを取るために、他の動物や植物が未来永劫生きていくためになってるのに、人間はどんどんエゴスティックに偏って、自分さえ良ければ、そのためにはこの辺の森林は伐採しよう、この辺なんか埋め立ててしたっていいじゃないかと、もっともっと、まあ、将来のことは分からないから、どんどんガソリンを掘って、もう使うだけ使おうって、今さえ良ければっていうね、そういう人たちがどんどん増えてくると、母の大地はこれ以上人類生かす必要があるのかと。そして母の大地が一番悲しんだのは、人と人との関係まで、家族とか愛する人との関係までが信用できなくなった時に、人類はもう必要がないっていう。そして浄化って言って、地球の中で母なる大地はね、病原菌が入ったら抗原抗体反応で滅ぼそうとしますよね、そのプロセスが今始まってるっていう。始まってる、もうそれはもうすでに始まってると。はいはい。だからそういう意味で、この異常気象、最近の異常気象を見てても、本当に梅雨があっという間に終わっちゃったり、あっという間でしたね。だからそういう意味では明らかにもう
大地は怒ってる、地震の頻発度合い、ハリケーンの巨大さ、今まで気象レベルで初ですっていうのが毎年更新されているね、うん、これはね大地が怒ってるって言うんですね。別にスピリチュアルな話をしたいわけじゃなくて、インディアンの意見ね、うん、そのインディアンの滅びのプロセスに入ってる時に、ホピ族の中に虹の戦士の予言があって、はい、浄化のプロセスに大地が入った時に、はい、虹の戦士がたくさん現れるだろうと、うんうん、その人たちは本来愛しべき人たちがちゃんと愛し合えるように、本当に信じるべき人たちが本当に信じられるように、そういう虹の心を持った戦士が必ずたくさん現れて、その数が増れば、数が増えれば、母なる大地はこの浄化のプロセスを即座に中止するであろうっていうね、僕はねすごくピタッときたんですよ。で、自分は何ができるのか、僕が勉強してきたのはずっとコミュニケーションとか心理とか人の心、なぜ人が病むのか、今いっぱいいろんな病んでる、ね、人がいるよね、うん、それは病気が増えたのかっていうよりも、生き方がずれると僕らは体が反応していろんな病気を作り出す、これはもしかしたら浄化のプロセスに入ってるんじゃないかなって、それをいくら薬で抑えても、どんなにね、医療で抑えても抑え込めれないものは、やっぱりその根本的に僕らの生き方を変えないといけない、うんそういう意味では、そういう人と人との関係が本当に何が大事だったのっていう語り合える場所、そういう仲間、そういう虹の戦士たちをいっぱい、うん、語り合えるようなところを作りたいと思って、普通のカウンセラーをただ病んでる人を癒すじゃなくて、本当に僕たちは生き方、本当にこれでいいのかなって、うん、僕たちのこの人類の生き方とか、一人一人の人の愛し方とか、うん、親との関わりとか、大切な身近な人との本当に何をもって信用しようとするのか、うんうん、どっか悩んでる人って自分の、うん、こう理想的な、うん、状態になってくれない人たちにみんな苛立つわけですよね、うん、でもその理想っていうのは本当にあなたの理想だったのか、うん、与えられた理想通りに成功とか家族とか、これが子供のいい学校とかいうのは、本当にそれがあなたの心から望んでるものなのか、人からそれが幸せだよって与えられて、その与えられたものが全体的にみんながずれ始めると、みんながおかしくなるわけですよね。そういうことをちゃんとみんなできちっと見つめませんかっていう場所を作りたいと思ったのが、僕はこの心理学の教室だったんですね。うわ、そうなんですね、うん、このプログラム、この虹の戦士たちをたくさん輩出したいっていう思いがあって、そうこのスクールを立ち上げたんですね、うん、だからカウンセラーを養成するっていうよりも、はい、うん、僕たち自身が、はい、例えば学校に、行かさないといけないって、これも外から与えたものですよね、うん、ですごく苦しい思いしてまだ学校に行ってる子も、それはすごいいいことだ、立派だと思うんだけど、本当にそれってその子が幸せになったり、その子が社会のために役立つためには、絶対その方向でしかないのっていうことを、僕らはステレオタイプって言って、ステレオタイプっていうのは、例えば泥棒さんはほっかむしてるとかね、そうやって単純に、うん、あの女の人はすぐ泣くとかね、こういうのをステレオタイプって言うんだけど、それも外から与えられた事実じゃない情報ですよね。それと同じように、子供がそういう子供じゃないと価値がないっていう、そういうところでお母さんもお父さんも苦しむ、子供も苦しむ、そういうところで自分は会社に入ったらこういうとこまで行かないと会社に入った意味がない、そして利益はこれだけ生み出さないと意味がない、でそれも外から与えられた枠で、本当にそれを望んでたのって、僕らは一旦立ち止まることもなく、やっぱりそれのシステムに乗っかっていくわけだね、うん、だから僕一旦ねちょっと立ち止まろうと、立ち止まりながら本当の幸せってそこだったのかなっていうことを、それでそこだったと思ったら納得できているけど、どっかでそうなのかなと思いながら走ってても全力で走れないような気がしてね、だったら全力で走るためにも自分ってどこを目指そうとしてたのっていうことを一回こう心の中を分解して、分かった形で走ろうよっていうのが僕の教室なんです。ちょっと長くなっちゃいましたけど、僕がやりたいのはそうやって心を
聖堂に正す虹の選手をたくさんたくさん作って、はい、もうニュース見たら嫌なニュースばっかりだから、でもキラキラ人が街にいっぱい歩いてるよって、あの人たちと喋ってるとホッとするよっていう、そういう人たちがもっともっと街に、ね、出てくればいいなって思ってます。ありがとうございます。ぜひ皆様、江藤先生の世界観に触れるために体験講座から遊びに来てください。うん、黄色のブレザーをみんな着るわけじゃないからね安心してくださいありがとうございます。ありがとうございました。また遊びに来てください。ありがとうございます。